質問？はい。ソフィーは錬金術を誰かから教わったんですか？うん、すっごく優秀で厳しい師匠がいるんだ。師匠ですか。どんな人なんです？私の師匠はね、プラフタなんだ。それってソフィーが探してるプラフタさん？うん、プラフタは私の家族で錬金術の師匠なの。プラフタに出会ったおかげですっごく錬金術が上手くなれたけど、まだまだだって言われてて、もっと修行しないといけないんだ。私がそんなにすごい錬金術師に。ってそう結論付けるのは早いですよね。まだ私と同一人物かの確証はありませんし。ですが、もしそれが本当だとしたら、少しだけ未来が楽しみになってきました。それまでに私ももっともっと錬金術の腕を磨き上げておきますね。私も師匠を超えるくらいいっぱい頑張るよ。よう、お前らどうだ？はい、十分休めました。ん？アレットはどこ行ったんだ？私の勘に間違いはなかったよ。何言ってんだお前、一人でどこ行ってたんだよ。それはね、じゃじゃーん、これを見よう。それは金貨ですか？古いだけじゃなくて、とんでもなく価値のあるすごい金貨なんだよ。この状態の金貨なら小塚に売りつければ確実に一財産築けちゃうよ。一財産だ？いいとこ先行るくらいだ。甘いな、甘い甘い。100万？こんな金貨1枚で？マジかよ、こんな汚らしい金貨がか？どうにも信じられませんね。そもそも本当に金貨なのですか？うわっ、本当にすごい価値があるんだよ。古の文明が使っていたと言われる金貨で、世界で現存が確認されあー、わかったわかった。そんじゃ落とさねえように大事に持ってな。それじゃ出発するぞ。魔物には気をつけろよな。もう信じてよ。
いですね。無事に持って帰れるでしょうか。俺様は荷物持ちじゃねえぞ。中身は何だろう。石ってマジで石じゃねえか。持って帰るの大変なんだぞ。ったく。よし、これなら。これをここにっと。一瞬で晴れにできるって便利だな。元の世界でもできればいいのに。この素材どんなものか聞かれると説明に困るんですよね。これこれ、あった、発見。これでいいんだよね。てやっ、敵です。確かにすげえ力を感じるぜ。てやてや、敵です。それ、逃がしません。終わりです。
イエイ。神秘的な力、私にはよくわからないかも。これって素材だよな。せやん。えい。ザク、ごめんね。少しだけ積ませてね。せやん。せやん。えい。お、うまそうじゃねえか。みんなで食っちまおうぜ。向かいますか。よし、新しい道具作れるようになりましたよ。何を作っちゃおう。どれを入れよう。ここにしよう。すごいのできちゃうかも。これはここ。どのとこれでいいパパ仕上げちゃおう。できた。どれにし、クラフター交代。はい、引き受けます。どの材料にしましょう。ここにしましょう。これで、これでと、これでいい。最後まで気を抜かずに完成です。どの道具にしましょうか。さあ、調合開始です。ここにしましょうと、このようでは仕上げましょう。完成です。どの道具にしましょうか。これで、ここにしましょう。ここにしましょうと、このようで最後まで気を抜かずに完成です。どれを作りましょう。